棒を投げ倒したピンの得点を競うフィンランド発祥のスポーツ、モルック。その全国大会、モルックジャパンオープンが四国初上陸。今治がモルックで燃えた2日間をお伝えします。全力で楽しむぞ。優勝しかないと思ってます。よし、ハブあライスデイ、イエーイ。今月1日と2日の2日間、今治市営スポーツパークで開催された第2回モルックジャパンオープン。この大会は日本モルック協会が誰でも参加できる大会を目指し、去年初めて石川県金沢市で全国大会を開催。そして第2回大会の会場に選ばれたのが今治市なんです。今日集った仲間たち、ぜひ横のつながり、交流を深めてもらいたいなというふうに思っています。モルックとは木製の棒、その名もモルックを投げて同じく木製のピン、スキットルを倒し得点を競うフィンランド発祥のスポーツです。1本だけ倒した場合、ピンに書かれている数字が得点に、複数本倒すとその本数が得点になります。先に50点ぴったりに合わせたチームが勝つというルールです。すごく盛り上がってますね。はい、今大会は今治市合併20周年記念事業の一つで、モルックにゆかりのある企業や団体にブースを出展していただき、誰でも参加できる頭や体を使ったゲーム体験などがあり、子どもから大人まで楽しめる大会となっております。さあ、ここが体験ブースで、結構な距離がありますよ、投げるところから。それででではお手本よろしくお願いします。はい、それうわーすごい。11点が完全に倒れきってないので、はあはあ、2本倒れていないんで10点です。うん、おいおい、4点です。4点です。体も動かすし頭も使いますね。はい、最高以外の何物でもないです。本当に嬉しいです。本当にたくさんの仲間ができて、それが本当に一番の魅力だと思います。モルックって多様性に富んだスポーツだなっていうふうに思ったんですね。障害スポーツの振興っていうことについてね、力点を置いていこうというふうに思いますので、これから大会の誘致も含めて推進をしてまいりたいと思っています。里山スタジアム豆知識。観客とピッチの距離は約8メートル。ぜひ臨場感を体験しに来てください。 FC 今治、次のホーム戦は30日日曜日、讃岐を迎え撃ちます。